皆さんこんにちは。 B レジェンド管理吉のぬのめです。今日はですね、久しぶりに、また料理の方をですねしていきたいと思います。今日作るのはですね、プロテインスイーツで、プロテインゼリーになります。では、早速簡単なので作っていきたいと思います。まずですね、いつもプロテインを飲むように、200g、200ml のお水を、用意してもらいます。そこに、プロテインを作る容量で同じ分量で、入れていきます。広いスプーン、ですと、スプーン4杯ですね。もし暗い大きなスプーンがお手元にある場合には、そちら1杯で大丈夫です。では4杯入れていきます。今ですね、今回はちょっと実験的にいつものプロテイン作ってるのと同じ容量で、入れてみるんですけれども、お好みによってはですね、少し入れる量を多めにしていただいて、濃くしていただいた方が、美味しいかもしれません。もう多分美味しいと思います。はいはい、抹茶の茶茶茶でですね、美味しそうなプロテインができました。こちらにですね、加えていくのはゼラチンになります。はい、ゼラチンです。こちらはですね、もうその使うゼラチンの、溶かす容量、書いてある通りに、溶かしていただければと思います。こちらですね、今回は、1回量、1袋をですね、50g、50ml の、お湯で溶かして、こちらに混ぜていきます。こちらはですね、80度以上の、お湯に、熱いお湯になっています。ここでよく溶かします。で、この 50ml のですね、お湯をゼラチン溶かしたものを入れるので、やっぱりちょっと味薄くなるかもしれないので、通常よりもですね、スプーン4杯ではなくて5杯ぐらい入れていただくと、味が濃くて美味しいものができるんじゃないのかなと思いますが、今回はちょっととりあえず4杯でいってみます。はい、ゼラチンしっかり溶けました。では加えていきます。こちらはですね、いつも通り、冷たい、常温の水ですね、作ったものになりますので、そちらに、80度以上のゼラチンで溶かしたものを入れ、しっかり混ぜます。このスプーンで混ぜてもいいですし、また蓋していただいて、シェイクしていただいてもね、いいかと思います。ちょっとシェイクしてみますね。その方がよりしっかりと入ります、混ざると思います。ただ泡はね、ちょっと立ちがちかと思いますので、出来上がりの時にね、泡があまりない方がいいっていう方はスプーンで混ぜていただいた方がいいかもしれませんね。はい、では混ざりましたので、ここからですね、好きな型に移していきます。今回はこちらの透明の、カップに移していきます。はい、でね、このちっちゃいのにも入れていきます。はい、これでですね、冷蔵庫で、冷やしていただきますと、数時間でですね、固まりまして、プロテインゼリーが完成します。ぜひですね、お好みの、プロテインのフレーバーでですね、作っていただければと思います。ほんととっても簡単です。お子様のおやつもいいですし、お子様じゃなくてもですね、ヘルシーな、おやつになりますので、それでいてタンパク質がしっかりと補給できる、栄養のある、おやつになりますので、ぜひ、簡単なので試していただければと思います。それではですね、次回の、動画で、試食の方していきたいと思いますので、また次回も見ていただければと思います。それでは、ありがとうございました。さようなら。